back within the moment, moment. イエーイ、パート2へようこそ。こちらは犬山のモンキーパークの遊園地のところでございます。でここはね、入場料金いくらやったっけ、覚えてないんだけど、まあまあしてたような感じやったけど、で入場料金払って、その後にこのアトラクション用の券も払わなあかん。なので今回はアトラクション乗る分には多分全部で1万ちょっと使った、アトラクションだけでね。だいたい1個のアトラクションだと300円から400円、500円、お一人様になりますので、家族全員で乗ろうと思ってたらまあまあするね。なのでよく来るんでしたら、まあ年間パスポートの方がおすすめです。エミタンこっち向いて。どうぞ。でまあエミタンはもうこういう感じのものしか乗れないかな。あとでもうちょっと激しいやつとかを見せるね。ここはほとんどこういう子供乗れるような場所なんだけど、まあ、ちょっと激しいガチのジェットコースターもある。こちらはエミタンの大好きな乗り物です。もうこれだけで多分10回ぐらい乗ってる。なんか見た目としてはちょっと激しく見えるんだけど、まあそうでもなかった。本当に程よく気持ちいいような感じで、びちゃびちゃならないし、そんなにダンって落ちないから、まあ子供には楽しいんだよね。でもちろん私も交代で乗りましたけど、なかなかそれ乗れなかったんですよね。私ちょっとどんくさいやから、まあこういうの苦手でも思った以上に本当に楽しかった。イエーイ。でちょっと雨も降ってきました。なんか結構降ったり止んだりしてたんで、乗り物も中止になったりまた動かしたりになってました。アンパンマン系のアトラクション多いかな。例えばこの電車もそうやけど、この飛行機のやつ私一番好きやった。結構ねこれ大人でも楽しめる。で次メリーゴーランド乗って、まあ雨降ってたんでまあまあびちゃびちゃやったよ、椅子とか。まあ、これは確かに6歳から馬乗っても OK、 1人で。
エミダはまだちっちゃいから私と2人でこういう、もうこれ何かわからんけどこの中に乗らなかん。でこれね、なんか一番激しかったんかな、このちっちゃい子を乗っててもいいやつ。もうこの水鉄砲のやつがすっごい楽しくて、エミタ意外とすごい上手やった。エミタ上手やね。あとこちらは最後の乗り物になります。あまり他の人の顔を映したくないけど、左奥におる女の子2人中心で見ててください。ちょっと面白かったのでこのまま動画流します。以上です。また次の動画も見てくださいね。バイバイ。Let us dance this night away.